頼むぞロビン。どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、キニクマンマッスルショットやっていきましょう。マッスルショットポチッと。はい、本日こちらガチャの方行ってみましょう。ガチャスタート。はい、本日ですね、こちら300万ダウンロード記念キニクマンの日マックスガチャということでね、こちら激アツガチャでございますね。こちらなんとね、対象の超人のレベルとボーナス値がマックスで配出と、こちらの超激アツなガチャでございます。で、まあやっぱりみんな多分欲しいのこれだよな。こちらのロビンマスクでございますね。まあめっちゃかっこいいこちらでございますね。それからこちらのステカセッキングですとか、まあこちらのね、ザ・ニンジャがね、確率アップということでね、ぜひともゲットしたい超人でございますね。ちょっと詳細見ていきましょうか。ちょっと詳細見ましょう。今回、こちらね、星5の確率がですね、なんと 7% ということでございますね。でですね、今回確率アップ中の、超人といたしまして、こちらのロビンマスク、それからステカセキング、ザ・忍者、ロビンマスク、まあ、バファロン、アドマン、ウォーズマンとか、まあ、ステカセキングと、まあ、こんなね、超人がいろいろいるわけでございます。こちらね、本日のね、お昼からね、7月31日のお昼まで、やっております。こちらね、ぜひとも回していただきたい、こちらのガチャでございますね。早速は本日もね、こちらガチャ回していきたいと思います。受注ガチャ、スタート！行ってみましょう。ガチャル、とりあえず来い。あー、確定はなっておりませんけれども、行ってみましょう。通常縦陣、今回はねマジで真ん中狙っていきたいと思います。まずは筋肉マンパワー、筋肉マンパワーを手に入れて行ってみましょう。カジバのクソ力11連行ってみましょう。とりあえず真ん中行ってみたいと思います。真ん中来い、カジバの鈴木は来い、頼むぞ。金、お金金金金、あれ金からあんまりない、あれ来い、なんで頼むよ、頼む、マジで頼む、あーマジか、マジで、うわ、やっぱり真ん中はね、ちょっと厳しい感じがいたしましたね。はい、ロビンマスク、ぜひゲットしたいところでございます。まずは、なかなかロビン、このままじゃ当たりません。ね、縦陣、出ましたね、こちら。てれーん、こちらのね、金のマスクと銀のマスク、こちらのパワーをちょっと手に入れて、ガチャ、回していきましょう。頼みます。マジでお願いします。マジで、マジで、本当に、お願いします。11連ガチャ、いきましょう。来い !11 連頼む、来い、頼むよ、わー、確定なっておりませんけれども、行ってみましょう。最近、ま、結構出てるのがね、まあ、右でございますからね、ちょっと右側狙ってみましょう。頼むよー、来い、カジバのクソ力、来い、あれ何、なんか銅が一個あるんだけど、おかしいよ、どういうこと、来い、来て、来てよ、来てくれ、頼む、来て、マジで、来い、マジかよ、どういうことだ。行ってみますか。11連ガチャ、このザ・忍者にしていったらいけんじゃないかな。来い、頼むよ、来い、かける、確定なってませんけど、行ってみましょう。もう真ん中で目、右ダメなら、そうです。左でございます。行ってみましょう。左、頼むよ、カジバの鈴木から来い、頼む、頼むぞ、今の迷った戦法で来ただろ、これ多分。あ、来た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 、やっぱり、おぉ、来たぞ、なんなんだ、ブラックホールあるかも、来い、来い、そして、ここで、マジで来いよ、何が来いよ、来いマジでどういうことですか。最後ラスト行ってみたいと思います。来い、最後だよマジで、
行ってみましょう。右が校長でした。しかしですよ、たてち。やっぱり男は真ん中、真ん中直球勝負行ってみましょう。頼むぞ、ロビン、クイス、ロビン、トイ、頼むぞ。ガチ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 、頼むぞ、ロビン。どー、当たった、ステッカーステッキングよ。来い、頼む。そして、来い、来て、頼む、お願い、頼む、来てくれ、ガー。44連か、44連するも星5、2体という今回の厳しい結果でした。はい、今回のゲート社長陣見ていきましょう。まずはこちらでございますね。てれーん、こちらね、4次元殺法込みブラックホールでございます。まあこれね、アビリティこのロープ、それから異次元穴向こうということでございます。これさっき勘違いしました。こちらのね、達人が持ってたブラックホールと、勘違いしましたけど、これ持ってませんでした。まあこちらもね、まあレベルマックスとかのね状態なんで、まあかなり使えるやつだと思います。それからこちらでございますね。これは結構嬉しい。新超人大全集5巻、セカセキングでございます。まあこれはネプチューマンかな。うん。で、ね、こちらアビリティがね、有刺鉄線、それから電流ロープでございます。まあ来たかなと思いますけどもね、まあ44連して、まあ星5に行って、これは結構ね、きついかなと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、たてちんチャンネル、また手の突っ張りはいらんですよ。パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。